マリン。父ちゃんお帰りなさい。ただいまお帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。しよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ、本物でしょ？珍しいね。意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリン、父ちゃん。いる？ああ、ずっといなかったね。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？うん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど、今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ。おやすみなさい。おやすみ、ティファ。さあ、着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも、労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。そっか。なら、もう少し依頼を探してみる？はいよ！ティファ！クラウド！よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はいよ、よ。ほんとごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。
続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ここは？子供の頃ここで暮らしたの。もう少し寝てた方がいいんじゃない？大丈夫、一緒に考えよう。なんだ？